今私がいるのは鳥取県の川原城です。ここはですね、今映像を撮っているカメラマンの哲也はこの鳥取県出身なんですが、彼が小さい時来てたということで連れてきてくれました。眼下は本当に素敵な里山が広がっていて、自然豊かでいいところです。哲也曰くこの鳥取県、全国の人に自慢したいたくさんのいいところがあると、誇りがたくさんあるんだということで、今回は哲也のアドバイスのもと、この鳥取県の魅力を探っていきたいと思います。この大江の里自然牧場、ものすごいこだわりのものがあるとお聞きしています。何ですか？天美蘭という名前をつけていまして、はい、まあ、一番こだわっているのが、その飼育方法と、あとは餌ですね、はい、あと水と、あと空気、その鶏が産む卵がとても濃厚で、はい、旨味が君にありまして、用意していただきました。すごい、これ卵かけご飯セットですか？はい、そうです、はいはい、いただきます。おいしい、決まってるじゃないですか。もう豆腐ちくわ、ちょっと詳しくお聞きしたいと思います。鳥取豆腐ちくわ総研の植田秀樹さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちくわ。こんにちは。来た。こんにちは。いつもこれでやってます。こんにちくわでございます。何ですかこの豆腐ちくわって一体？これはですね、はい、木綿豆腐7割、白身魚のすり身3割で作っている練り物なんですよ、はい、これちょっと美味しい。このふっくら食感、これが違うんです。美味しい。でしょ。で、噛むほどに味がじゅわっと出てきますよね。今までずっと生きてきてこれ食べたことなかったんですよ私。あら、それはちょっといけませんね。もったいないじゃないですか。人生損してますよこれ。これから大丈夫です。鳥取にこれからお住みになれば、はい、毎日毎ちくわが冷蔵庫に用意してますから、常備されておりますから。これから国宝である投げ入れ堂まで足を運びたいなと思っているんですが、はい、決して簡単な道のりではないというふうに聞いております。そうですね、はい、この水徳山はですね、修験道の行場といいまして修行する場所なんですね、はい、で、この今来られた本堂までは、まあ、階段を登ってきていただきましたけども、はい、これから先というのは階段一切ありません。道がですね、木の根っこをつかまって上がったり、はい、岩肌をよじ登って上がったり、場所によっては鎖一本をですねよじ登っていくっていう風な道になってきます。やはり、1000年以上昔の文化ですね、はい、その修行をするという、それを未だに残している場所ですね。目、耳、鼻、口、触覚の、はい、いわゆる五感、はい、プラス心、これを清めるために山に上がる、はい、心して登りたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。スタッフ3名はわらじを履かせていただきました。私はちょっとトレッキングシューズ。そうですね、はい、じゃあ早速。よかった、わらじっていう意味が分かるね。この木すごいね。せーの、よいしょ。すごいです。状態起こして大丈夫、大丈夫、離すなよ、手は。ありがとうございます。はい、あ、はい、どうぞ。木の匂い、土の匂い、はい、そしてしんどいですよね、登っていくと、うん、はい、そうすると禅の効果、心も清められてくるということで、六根を清められる場所。縁の大津の縁の行者がですね、麓で作った建物を法力でもって投げ入れた、投げ入れたら、ここにはまったと。
ということで投げて作った投げ入れ堂と。なるほど。こう絵になる形で木々の枝々が広がって、鳥のさえずりが聞こえて、そして雨上がりのこの透き通った空気、心が清まりますね。そうですね。目の前のこの巨木、はい、これ梨の木ですか？そうですね、あのこの近くの農家の方が、はい、あの以前作られてた大きな梨の木なんですけれども、はい、こちらの施設のシンボルとして譲り受けて展示しているものです。毎日梨3品種食べ比べ実施中って書いてありますよ。はい、鮮度を保ったまま保存する冷蔵庫、はい、それを持ちまして梨を保存して、でこういった時期にでもお出しして皆さんに食べ比べていただいております。すごい。皆さんが白バラ牛乳を飲んでる、愛されているっていうことはそれなりに理由があると思うんですが、その白バラ牛乳これだけ愛されている理由っていうのはどこにあるんでしょうか？まずあの土作り、土を作って、はい、いい草を作って、はい、いい牛を育てる。やっぱ牛乳はね、あの何かを入れて作ってるものじゃないので、牛が絞ったままをそのままの味で、お届けするっていうのが牛乳ですから、基本的な土作りから始めなくては美味しい牛乳ってできないんです。おいしい。やっぱりすごく濃厚ですね。白バラのように美しくて本当に美味しい。ありがとうございます。いやー、鳥取の旅、カメラマン哲也の出身地ですけど本当にいいとこでした。パワースポット行きましたけれども、パワースポットのみならず人々は温かくてパワーピープル、何を食べても美味しくてパワーフードたくさんありました。もうまたすぐにパワーもらいにここに行きたいなと思います。あ、東京帰りたくないな。旅人は中野美香でした。